速フルーレ団体のチームの皆様に、一夜明けての。まず、感想とですね。取、えー、った時の、まあ、もちろん感想、それから今朝起きて、えー、改めての感想をいただければと思います。式根選手からお願いします。えー、こんにちは、式根孝弘です。えっ、ー、と、そうですね、まず取った瞬間は。 あのえーまあ、僕らでも取れるっていう、えー、自信はあったんですけど、まあ、やっぱり改めて取ったときはすごく嬉しかったです。取、えーまあ、った直後からき、まあ、今日までまだやはり,やはりあの金,メダル金メダリストになったっていう実感はまだそんなになくて、まあ、これからその金メダリストの実感というのは芽生えてくると思うんですけど、まあ、それを楽しみに。 が、えー、生きていこうかなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。では松山選手お願いします。一応は松山京介です。えっと僕も式根選手と同じでおそらく他の選手も一緒だと思うんですけど実感がまだあんまり湧いてないという状態です。で、まあ本当に成し遂げたことの大きさっていうのはまあ、すごく誇らしいものなんですけど、まあそれ以上にやっぱり個人戦終わってからの6日間。 あの思うような個人としてもチームとしてもまあメダル獲得を目指してあの戦っていたんですけどそこが届かずでそして連日、日本チームがえー素晴らしいパフォーマンスまあメダル獲得することでも,ものすごいプレッシャーがあったんですけどまあそういった現実から誰一人逃げずにあの立ち向かったことがやっぱりまあ今回の結果につながったと思うのでやっぱりそういった姿勢というところはまあ非常に結果もそうですけど ま立ち向かった勇敢さ、まあ、それは本当自分もチームもま褒めたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。続いて飯村選手お願いします。こんにちは飯村和樹です。えっと本当にみんなおっしゃったように実感はまだ湧いてないんですけど、まあ、徐々にこうやってメディアの対応もさせていただく中で、やっぱり金メダルを取ったんだなっていう実感が湧いてきています。まあ、そして日本で応援してくださった皆さんと。 完全アウェーのフランス戦だったり、まあ、イタリア戦もすごい日本の声援が力になりまして、まあ、僕たちがこういう僕たちだけでは成し得なかった金メダルというものを歴史に刻むことができて本当に嬉しく思ってます、まあ、正直、今日の朝起きて枕元に金メダルを置いて寝てたんですけど、まあ、起きた瞬間本当にあるわと思ってしまって <laughs> まあそれがすごく今日の朝のいい思い出でした。まあ、今後も引き続き続 男子フィルレよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では長野選手をお願いします。えー、こんにちは長野雄大です。あ、えー、みみんなが言ったように、えー、まだ実感がない状態になったんですけど、えー、メッセージ応援してくださる方々から、えー、たくさんのメッセージが、えー、まあラインであったりインスタグラムであったり来てて、それを返信していく中で、あ金メダル本当に取ったんだなみたいな。 で少しずつ実感が湧いてきて自分でもビビってますね <laughs> なんで <laughs> <laughs> まあそうです、ね、ちょっとすいません言葉があんまうまく出てこなくて <laughs>、えーまあ、とにかく応援ありがとうございましたはい、はい、ありがとうございました、えー、それでは会場の皆様の方からご質問をお受けしたいと思いますご質問のある方は挙手の上、えー、会社名 お名前、それから、えー、どの選手にご質問かという点を、えー、ご指示いただければと思います。ではご質問のある方、はい、ではセンターお願いします。すみません、テレビ朝日の近松と申します、えー。この度は本当に金メダル獲得おめでとうございます。えー、皆さんに、えー、お伺いします。まず昨日あの試合終わった時間かなり深かったと思うんですけれども、終わってからこのどのような夜過ごされたのかっていうのを皆さんに。 お伺いしてよろしいでしょうか、四季選手からお願いしますえともう本当に忙しくて、えー、メダル直後、えー、インタビューで、まあ、そのまま帰って、シャワー浴びて、すぐ寝たっていう形ですね、<laughs> はい、それだけです。<laughs> 自分もほぼ同じで、選手村に帰ってきた時間がもう12時半ぐらいだったので、もう疲れてましたし、早くシャワーみ浴,浴びたいなっていう気持ちがみんな強かったので、ご飯も食べずにあの部屋に帰ってシャワーを浴びて寝ました。はい。と僕も同じような感じなんですけど、やはりそのメッセージを。 できるだけ多く変えさせていただいて、まあ、やっぱりその実感が湧いてくると同時にアドレナリンも出てきちゃって寝れなくななっっちゃったんですよねなのであの京介くんにそろそろ寝ようか明日も林寝ようかってなったんですけど、まあ、睡眠導入剤飲んで寝ようとしたけど結局そんなに寝れずに朝起きてまた金メダルを見ておおってなったっていう <laughs> <laughs> 一日でした <laughs>。 あえー、自分も、まあ、飯村選手とほとんど一緒で帰って、えー、少しずつメッセージを返していくうちにだんだん眠れなくなってきてでそうです、ね、自分は睡眠導入剤持ってなくて3時半ぐらいまでっと全然眠れなかったですねそんな感じでした、はい、ありがとうございます。 松山選手にあのお伺いします。あのずっと日本のフェンシングを引っ張ってこられてで今回あの、まあ、フェンシング発祥の地のフランスでこうやって日本のフェンシングの強さをこう見せられた世界に証明できたということについてはいかか。がででしょうかそうそすねあの。僕たちの強さっていうのは、まあ、本当に今回に限ったことではなくあの東京オリンピック終わってからの3年間であの一つ一つの試合で確かにこう自信を得て、まああの まあ自信を持ってとにかくプレーしたことがあの昨日の結果につながったと思っていて、まあ、だからこそこういつも通りこり自分たちのえっとプレーをしてあのかな何が何でも勝つんだというそういう気持ちで戦ったことが結果につながってだからこそ多分みんな無我夢中にそこに集中していたのでまだあんまりメダルの実感がこう湧いていないというふうに思いますね。 しますあの東京オリンピックで本当にあと一歩でメダルというところで悔しい思いをされたと思うんですけれどもこの3年間見事にこの金メダルという結果につながりましたけれどもこの3年間振り返ってどのような3年間だったでしょうか、えー、そうですね、まあ、まだまだ完璧ではないというふうに思いますし、まあ、今回メダルを取れてラッキーだなというふうに思うので、まあ、次は、えーとまあ、自分のしっかりとした実力を持って 個人団体ともに金メダルを目指したいと思います。ありがとうございます。すいません続いて長野選手すいませんお伺いしてよろしいでしょうか。あの決勝戦本当に重要な場面での出場になりましたけれども、改めてその準備してる時の心境とあとはあの役割をえられての心境というところを教えていただいてよろしいでしょうか。はい準備してたなんかちょっともう頭真っ白というか <laughs> これ本当に出るのかみたいなで終わった後は。 あ、とりあえず仕事はしたかな？みたいな。それでほっとした感じでした。はい。何かこう周りの選手から声をかけられたりってなそうです。みんな気を使ってあったかい。言葉をかけてくれたんですけど、本当に頭真っ白で覚えてないです。はい。ありがとうございます。はい、飯村選手すいません。あの、いろんな先輩の思いをこう繋いできた。バトンを最後アンカーとして見事な戦いだったんですけれども、あのその時にまたアンカー。で 戦う前の心境と終えた時の心境というところをやっぱりもうこれ以上ないバトンが僕に回ってきてまあやはりその僕がメンバーに入った頃はやっぱそは先輩たちの足を引っ張らないようにしないとという思いでいっぱいだったんですけどまあここで最後僕が最後フィニッシャーでえー日本の金メダルに直接え影響をかけるってなった時きにまあすごく日本の重みを感じましたし まあその日本のチームを僕に任せてくれたんだという、その任せてくれた思いで、ちゃんと期待,をこ期待に応えなきゃいけないという、そのプレッシャーをまあうまく楽しみながら、まあ、決勝戦最後の一戦だけではなく、まあ、ずっと楽しめてはいたんですけど、まあ、特に最後の試合は、楽しみながら試合をすることができたので、まあ、非常にグランパレという位置を楽しめたかなと思います。松松山山選選手手最後にに問だけ。お伺いします。 本当に今回のパリオリンピックその日本のフェンシングの強さというところを証明した大会だったと思うんですけれども今後、日本のフェンシングがこうどのように進んでいきたいという姿を見せていきたいというところがありましたらお願いいたしまますすそうですね、まあ僕たちに限って言えば今回これ以上ない結果が出たと思うんですけど、まあ、これはフェンシング界にとってあくまでも始まりであり、まあ、これがこれから何十年もずっとこう フェーシングが本当に日本のお家芸だという、まあ、そういった競技に,本当になるための、まあ、今回が一歩だったと思うのでやっぱりとにかくあの大事なことはもう継続して勝ち続けること、まあ、これができるようになると、まあ、本当にあの次の大会でもあのこういった成果が得られるかなというふうに思います。はははははいいいいあありがとうごございましたえでで他のご質問ある方、はいでははい えっと、マイクもありますか。<coughs> <coughs> 文芸春秋ナンバーの斉藤です。お疲れ様でした。おめでとうございます。飯村選手以外の三人にお伺いしたいんですけど。 あの先ほどフィニッシャーのお話がありました、でえー、とコーチの方からそのフィニッシャーを飯村選手にするというところで、えー、年上の3選手、皆さんこう頷かれてというか、賛成されて、そういったオーダーを組まれたという話が昨日ありました、改めて飯村選手、一番最年少の、チームの中で最年少になりますけど、どんな存在かというのを3選手に伺えたらと思います。しね選手からすす。すいまませんが、お願そうです、ね まあ一番若いながらもしっかり実力があって安定性もあり、まあ、怖いっていう印象は全然な,いなくあの、まあ、日本のチームとして任せられるなっていう大きい存在だなというふうに彼が隣にいないと思って話すんですけど、まあ、とてつもなく素晴らしい選手。であのもう本当にもう あの素晴らしい才能とメンタルを持った選手で,で、まあ、僕も決勝戦の直前にチームミーティングして一輝、まあ、をアンカーにするってなった時に、まあ、四季選手同様全く怖さはなく、まあ、もう本当にあの、まあ、彼はもう20歳ですけどもう本当に頼もしいチームの一員であったのでもう全く、まあ、イタリアとの、まあ、彼も個人的に相性が良かったってのもあるんですけど全く。 うん怖さはなくむしろなんかこう素晴らしいなんかこうストーリーだなと優勝へのストーリーだなというふうに考えていたのでまあただ、チーム全員がこうやることオーダーが変わったからといって何か変わったわけではなくやっぱりカナダ戦、フランス戦同様に一戦一戦集中したことまあそれがまあこの結果につながったと思うのでつながったと思います。 えそうですね。飯村選手ならやってくれるだろうなっていうのを思ってたのと、まあ、飯村選手が無理なら、まあ誰がやっても多分難しいだろうなと思ってたんで、えー、うまくいって良かったなっていうふうに思いました。はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。で他のご質問ある方いらっしゃいますか。で一番右の上の方。はい あ、すみません、読売新聞の昼川と申します。この度おめでとうございました。えっと、まあ、昨日も、あの、日本から関係者の方、いろいろ応援に駆けつけられたと思うんですけれども、まあ。改めて今回金メダルを取られて、まあ、そういうご家族だったり。支えてくれた方への、思いなどありましたら、あの、ぜひ皆さんにお伺いできればと思います。あの、では、式根選手からお願いします、えー。そうですね。僕は結構感情が。 出にくいタイプなんですけどまあその言葉にすることはよくあるので本当にありがとうございます、えー、嬉しいですっていうことを伝えたいですねそれでもやっぱりそれを言っても本当に思ってるのっていうふうに思われたりするんですけどめちゃめちゃ思ってます <laughs> <laughs> うそうですねまあもうまずはやっぱりこう苦しい時に支えてくれた家族だったり まあコーチチームメイトそしてスポンサーの方々に本当に感謝の気持ちでいっぱいであの、まあ、昨日も本当たくさんのメッセージとか頂い,いたんですけどやっぱまずはこう苦しい時に支えてくれた人に最初にこう連絡を返していきましたでもう本当に式根、まあ、選手と同様でもう本当にただただもう感謝の気持ちでいっぱいです。 僕も家族8人が団体戦では応援に来てくれてて個人戦の時は京都でパブリックビューイングをしていただいてまあやっぱりその太田さんの頃から僕もパブリックビューイングで応援させていただいていてまあ今度は僕がこのオリンピックに出る立場になってまあそれを心から応援してくださる応援してくれる家族がいるっていうのはすごく頼もしいですし僕たちが苦しい時に一番支えになってくれたのでまあ一番感謝を伝えたい。 えー、家族や、まあ、家族も含まれるんですけどサポートしていただいたすべ、えー、ての皆さんに、えー、感謝しかないですで、えー、そのサポートがなかったらこの場所には自分は立ててないなっていうふうに思ってるんで、えー、そうですねとにかく感謝しかないですねはい、はい、よろしいですか はい、他にご質問ある方いらっしゃいますか。はい、では真ん中の方。オリンピックチャンネルの西村と言います、えー。おめでとうございます。えっと。できれば皆さんに伺いたいんですけれども。えっと、今回会場がグランパレという、あの。まあ、普通の競技場、競技会場とは違ったんですけれども。 あの入場の時にあに階段を降りてくるシーンはすごいあの見,る見る側としては印象に残ったんですけどもあの選手としてはそこに立たれてあの階段を降りてくる時にどういう気持ちで特に決勝の時感じられたのかでもし特に何も感じられなかったのであれば今回の大会を振り返って一番こう思い出に残っているシーンなどがあったら理由と合わせて教えていただけるとうしいです。 えそうですね入場のシーンはえーまあ僕らも多分みんな同じだと思うんですけどやっぱりあのすごいかっこいいなっていうえ印象で,でまた、これから試合まあそれに向けてなんかすごい気持ちが高まる感じがしましたねであとはえ今大会のまあ印象に残ってるシーンでいうと、え。ー 準決勝のフランス戦の最後のポイント、まあ、あ本当は疲れたら負けなんですけど、あのまあ、僕のダイナミックさっていうのはすごい出せたのかなっていうふうに思うので、フェンシングを知らない人は、えー、フェンシング面白いなって思ってもらえるような技を決めれたのかなっていうふうに思います。えっと僕はまず年の世界選手権で、まあ、太田雄貴さんと あとまた、そのチームが個人団体で銅メダル獲得するのを実際に YouTube とかで見ていてその時にグランパレというのを初めて見てもとんでもなく素晴らしい会場だなというのがその時の印象で,でこのオリンピックが決まってそこで試合が開催されるとなった時に本当に夢のような気持ちでしたしやっぱりこのフ,ランスフェンシング発祥の地フランスで もし勝つことができたらどれだけ幸せなことだろうとうう思って今大会に臨んだんですけどまあいざ会場に入るとやっぱり素晴らしい会場でしたしまあ中でもやっぱりフランスの方々の応援力っていうのがものすごくあってでやっぱりものすごく初め入った時は緊張しましたしで最後の,あの決勝の前のあそこの,えっとまああのところに入場する時も まあすごい緊張したんですけどあんまりこう自分が今そこにいるって考えれば考えるほどなんかこう緊張というかもう現実やらなくちゃいけないところからこう少しこう離れちゃうというかこうやっぱり自分がやるべきことはし試合の中でとにかく集中することに集中したかったので、まあ、あまりあの時はもうう考えないようにあのして現実を考えないようにしてたたという表現なんかわかんないですけどそういうふうにしてました。 僕はあの階段をりるシーンでは絶対にこけないでおこうと思ってちょっと一回一段踏み外しそうにな踏み外しちゃったけど大丈夫だったみたいなところがあったんですけどまあ下を見ながら降りてたらちょっと格好がつかないのでなるべくこう正面を向いて堂々としながら足元にもうすべての神経を巡らせてこけないようにだけしようとしてこう降りてて。 やっぱりそのグランパレっていう地で戦うことができて本当に嬉しかったです、えー、自分は最初グランパレって何のことか分かってなかったんですけど <laughs> 会場行った時ににみんなこれを言ってるのかって思いましたねであと選手紹介の時はオリンピックって演出凝ってるなってよろしいですか。はい えとお時間の関係であと1、2問にしたいと思いますが、ご質問ありますかね。そしたらちょっと私の方から、今回のチームジャパンのスローガンが、一歩踏み込む勇気という言葉をえ作りました。で、今回、フェンシングの各種目、大活躍で、皆さん、一歩も二歩も踏み込んで,で、新しい景色を。 見ることができたと思うんですが、えー、応援していただいている日本の特にこれからフェンシング始めたいなやってみようかなって思う子どもたちに対して、えー、一歩踏み込むことの大事さそれをぜひ、あのー、選手の皆さんから一言ずついただければなと思っています。よろしいです,かすいませんはそうですね僕は えー、フェンシングで、えーまあ、自分のやりたい技で、まあ、フェンシングが楽しくてやり続けてきたので、まあ、それで今回このような結果一番、えーまあ、夢であった金メダルを取ることができてすごく嬉しいですし、まあ、フェンシングをやろうとしている今からやり始める人だけじゃなくすべ、まあ、ての人は言えることなんですけど、えーまあ、自分が好きなことをやり続けたら、えー あの、ある程度の結果はついてくるなというふうに思いますし。まあ、その努力は必ず裏切らないと思うので。えー、まあ、自分のできること、好きなことをやり続けてください。ということを言いたいです。はい、ありがとうございます。松山さん。と、まあ、今回の僕たちの、まあ、優勝をきっかけに。あの、少しでも。多くの。まあ、子供たちが。あの、フェンシングを始めたり。やっぱりフェンシングやっている子はもっとこう。 夢だっっったものが目標にに変わててほしいなといなうふうに思ってます、まあ、僕もし式根選手と同じにはなってしまうんですけどやっぱりここにいる僕たち4人何が共通してるかっていったらやっぱフェンシングが心からもう大好きでやっぱり好きだからこそ苦しさも乗り越えられるし、あのー、やっぱりこう勝とうっていう気持ちもやっぱ常に持ち続けられると思うのであの幸い僕たちはこう,いう,こうやってフェンシングっていう。 好きなものを見つけることができたんですけど、まあ、やっぱりこうまあ、スポーツに限らず何の分野でもいいんですけど、やっぱりそれが好き,好きっていう気持ちまあ。それだけが全ての原動力になると思うので、あのまあ、そういったものをあのまあ、見つけてほしいなという風うに思います。はい、ありがとうございます。飯村選手お願いします。もう何も言うこと残ってないんですけど、本当に僕たちがまあ。 幼い頃から夢の舞台オリンピックという場所を憧れて太田さんはじめすべてのアスリートのメダリストの方々に憧れてきたように今度は僕たちがこの憧,れられら憧れられる存在と,となった立場としてやっぱり自覚して行動していかないといけないなと思いますし僕たちがこの夢、感動を与える立場となってその僕たちの行動をきっかけに新しく子どもたちが何か挑戦する 勝手になれば嬉しいいいと思います、はい、ありが言うこと残ってないんですけど、<laughs> そうですね、まあ、自分たちとかチームのみんなの、えー、頑張りを見て、何か新しいことを、まあ、フェンシングであったり、フェンシング以外のことであったり、まあ、何か新しいことをする、一歩踏み出すきっかけになってもらえたらいいなっていうふうに思います。 えー、皆さんから禁言いただきました。ありがとうございました。えっ、ー、とではえっ、ー、と質疑応答をと一旦ここで終了しまして、次フォトセッションに移りたいと思います。